ここは京阪電車茅島駅。京阪電車には珍しい駅があるということで、この茅島駅にやってきました。なんと樹木がホームを貫通しています。ホームだけではなく屋根も貫通しています。この3、4番線ホームには推定樹齢がなんと700年のクスノキがホームと屋根を突き抜けて生えています。クスノキは茅島神社のご神木で、1972年の土井寝屋川信号所間の高架復復線化工事に伴い、本当であれば伐採 される予定だったんですが、まあ、市民に親しまれているということで、保存の声があったそうです。ここでしばらく駅の外を散歩することにしてみました。外から見ても完全に、ホームと屋根を突き抜けていますね。ホームの下にはなんと茅島神社という神社があります。この茅島神社、菅原道真公とゆかりがあるそうなんですが、まあ、詳しいことには私は分かりません。もし興味がある方は一度調べてみてください。ひっそりと佇まう神社でしたので、まあ、あまりお参りする人はいないだろうと思っていたんですが、立ち寄ってみると結構お参りしている人もいるようです。これがちょうど下から見上げたところですね。確かに神社の樹木がホームを貫通しています。せっかくですので、駅の外を歩いてみることにしました。この茅島駅なんですが、川の上に駅が建設されています。いつ頃かわからないんですが、昔村同士で、まあ、近くに駅があると若い衆が遊びに行ってしまって困るということで、村外れ、まあ、複数の村のちょうど真ん中に川があったので、その川の上に建てたということらしいんですが、まあ、本当のところはどうなのかは分かりません。
ちらは京阪電車の車両基地です。ちょうど京阪電車の茅島駅と寝屋川市駅の中間にありまして、車窓から見ることができます。